なんかこの坂道がすごい多い感じ、すごい神奈川っぽいですね。で、前回のあらすじ。今回は日本初のバーガーチェーンドムドムバーガーの総選挙、今回初の一人参戦となったトキンは赤羽に向かい、イオンスタイル赤羽店へ順調に1店舗目をクリア。果たしてここからどこに向かうのか。一方、最初にバスで行く大泉学園、小平と西武線沿線をクリアした痛風おじさん相原は、続いて神奈川県方面を目指し中央線に乗るのでした。上野駅に到着しますが、とりあえず浅草花屋敷店の方に行こうと思います。道中で相原さんと弟さんが来られたので、その分の追加を込みで食べなきゃいけないと思います。ここから花屋敷店に行こうと思います。結局浅草に来ました。これがストレス浅草駅です。ここから歩いて行こうと思います。遅れていた時代になりました。かぶりです。そこから引き返して行こうと思います。さて、ちょっと次どこに行こうかな、考えられないと思います。今14時20分ですね。金沢発見に来ました。これは目的の、ドムドムの、ね、お店に入って向かおうと思います。金沢発見店、ドムドムバーガーの金沢発見店で、車が結構溜まってて、ちょっとお腹に来ています。次、肉たたいに向かおうかとは思うんですけど、それまでになんとか済ませればなと。はい、上溝駅に到着しました。大映が見えたんで、おそらく大映だと思います。さんがね、金沢八景取ってきましたね。ということは、三つ橋もしかすると取り合いになるかもしれませんね。どうしようかな。いや、三つ橋取られちゃったら取られちゃったで、新横浜から東京に新幹線で戻っちゃってもいいんですよね。まあ、というわけで上溝とりあえず行きます。はい、上溝、あー一本行っちゃった。上溝店ですかね、終わりまして、まあここから三つ橋なんですけど、次三つ橋に向かおうかとは思うんですが、まあどっちみち新横浜から新幹線で東京都内に戻るとしても、海老名から相鉄経由で行くのが一番いいかなと思いますので、まずは海老名に向かおうと思います。で、常磐線で柏か、運河を狙うとなったら常磐線で柏ですね。とりあえず海老名にこれから向かいます。はい、上溝駅に戻ってきました。ちょっとあと10分ぐらいあります。で、今回の旅なんですけど、400円が一つの節目になってるということがありまして、で、最初大失敗したのがフィッシュバーガーが、最初セットの値段見ちゃって、あれがセットじゃない390円なんですよ。これ一番コスパ悪いと思います。
で400円超えてくるで中で、まあ、比較的軽いとなると、まあ、私が今まで食べた限りだと、照り焼きバーガーですね。照り焼きバーガーがなんか一番軽いかなという感じがして、パティもそんなに分厚くないですし、レタスが入ってたりとかしてちょっとそれでかさ増しされてるようなイメージですね。意外とかりんとうまんじゅうは重いです。かりんとうまんじゅう意外かと思うんですけど、あれねすごい喉乾くから、あれ水を飲まないと食べられないかりんとうまんじゅうは、ということでそうなってくるとお腹の方に結構きます。なのでかりんとうまんじゅうは軽いようで重いです。何この競技のプロになろうとしてんのお前は。ということでちょっと、ただね三つ橋がね取れるかどうかわかんない。金沢八景から直で来れば多分一番早いと思います。まあその間に、連絡が入ってきたらそのまま三つ橋スルーして新横浜に行こうと思います。で他確か、神奈川の店舗はないはずなん で、あとは千葉県ですけどね。そうだな、運が行くしかねえか。つくばエクスプレスで大鷹の森が一番近いかな、運河は。はあ、だから、まあ、東京へ行って、で東京から秋葉原でつくばエクスプレスで、流山大鷹の森ですかね。まあその辺だな。はい。しかし上溝から相模線で向かった海老名ギリギリで三つ橋ゲットの方が、そこで仕方なく運河に向かおうと相鉄に向かう前に不当打球の次の列車を確認すると、ちょうど快速急行が数分で出発ということが分かり、新横浜では切符購入の必要が出るため IC カードのみで都内方向に向かえる海老名から小田急の急行を使うことに、そしてそのまま代々木上原で千代田線に乗り換えて北千住に行くことにしたのだが、はい、横浜に戻ってきました。とりあえず都内に戻ります。そこから先は出て運河駅ですね、以上です。一方の都金の方も横浜駅から JR に乗車して都内へ、品川から上野東京ライン常磐線に乗り換えて一気に柏に向かったのだが、はい、今町屋に来ております。北千住から運河に向かうつもりだったんですけど、運河のお店16時で終わりです。地図見てて気づいた。ちょうど今町屋だったんで、京成西船から一応開幕管理目指してみます。はい、京成小岩駅に、参りました。これ今まで乗ってきたので、これから快速に乗り換えるんですけど、海浜幕張、幕張メッセ、なんかでもね、幕張からバスあるので、ちょっとそれの方なんか地図見るとだいぶ海浜幕張から北なんですよね。だからそっち方面から、とりあえず快速京成桜駅に乗ります。